ギュ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 ー何それ、なんか何怖い怖い始まり、怖い怖い独特な始まりで、いや気を取り回して気を取り直して、やっぱ今皆さん誰でしょうと思ってると思うので多分知ってくれてると思う、わかんないよ、あのそのまま再生されてる、確かに、ね、確かにね、そうだね、そう、自己紹介しましょう、はい、はい、私たちマジカルパンチラインです、沖野千代です、石川遥香です、松田玉希です、山本アナです、はい、今日はそらちゃんがスケジュールの都合でお休みということで、はい、4人でやっていきたいと思うんですけども、はい、今日は何をしますか、今日はなんとここに皆さん見えてますか、なんと今回は牛丼を食べていきたいと思います、はい、でもこの牛丼を食べると言って喜んでる皆様、皆様、はい、今回はただ食べるだけではなくて、早食い対決、美味しくゆっくり食べようよ、いやそうなんだ、食べようよ、本当そうしたいところなんだよ私には聞かせてこない止まってる時にさ、私の目まっすぐ見ながらさ、おそいちょっと一緒になりたくないなってきた、玉木が怖い怖いもう本当に、もうあれ撮ってて欲しかったね、撮ってて欲しかった、すっごいまっすぐな目だった、ね、ゆっくりした今じゃあチーム分けしましょう、はい、グッパってさ、地域性出るよね、出る、確かに、えじゃあゆなちゃんから発表して、じゃあゆなので合わせてもらっていい、いいよ、うん、ゆなのでいくよ、グッパで分かれましょう、あ、ボケだけ、ボケ、世の中のね、あ、世の中ね、世の中に一番面白くないボケすんだよ、ガチギレ、いや、本当に聞かせてもらえないから、今の分かったで大丈夫、グーパーで分かりましょう、なっつり、あなた、よっしゃー、じゃあ席替えしまして、席替えしますかな、はい。ということで今チームに分かれて座りましたけども、ビリビリここでねブブリするということなんですけども、今回ルールは一人ずつ一人食べて、食べ終わったら次の人がリレーだね、リレーケースだね、リレーって言っても2人しかいないですけど、ビリリレーそういうことなんですけども、やっぱね面白さが必要ということで、おそ二人をアンカーとします、普通逆なのよ、早2人をアンカーで、そうだからやっぱ早いからさ、第一走者も大切じゃん、確かにそれは大事、一応緊張するんだけど急にご飯だから食べれるかな、早く今回このちょうどチームで一人ずつ豚汁お新子セットを頼んでる人がいるので、頼んでる2人、早の2人は、はい、この豚汁とかお新子を含めてっていうか、なんかさっきさマネージャーさんからさお新子をもらったんだけどあ、でもゆなちゃんお新子食べてね、はるかキムチもあるから、あ、そうか、じゃあ、あ、そっか、確かにえ、でも同じじゃない、このまあ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 食べる方もある、一緒じゃないよ、だってさ、キムチは乗せて食べるんだよ、私あ、じゃあ乗せちゃうよ、乗せちゃうよ、やだよ、乗せちゃうよ、やだよ、お口直して食べたいじゃん、急におしんこ牛丼、分かった、この分ね、ゆな何もついてないから、じゃあゆなもこれはじゃあ食べることにしましょう、みんな目の前にあるやつは全部食べきりで、食べきって、はい、ということでいきましょう、はい、ちなみにみんな何頼んだの、私は牛丼並盛りと豚汁とおしんこを頼みました、ゆなは牛丼の並盛りに、なんかさっきもらったおしんこ、さっきもらった、私はキムチと半熟卵です、おトッピングね、トッピング、
玉木は。私は牛丼並盛り、上に半熟卵乗っけて、で、豚汁とおしんこ。あ、結構あるね。結構ある。で、一番あるね。まあ、一番ボリューミーだね。でも、卵って結構流し込める。確かに。確かに。卵頼みましょう。はい、しんどいかもしれない。今になって後悔してる。頑張るね。卵嫌だよね。卵嫌だよ。私も頑張るから。これさ、ボボボってやっていい？本気だよ。じゃあなんか花ちゃん早そうだからちょっと。あ、ダメだよ、それルール違反だよ。え、ダメだよ。今、ダメだよ。じゃあ安心して。負けないから。あ、ここだぜ。今ね、聞いたんだよ。言っちゃったらいいよ。いい、いいよって。ルール違反だよ。ごめん、可愛かったから負けない騙されちゃった。私は7分で、うん、7分気持ち。じゃあ私も7分で。あ、うわ、じゃあうちら5分目標で、ね、そう、そう、早食いしたことないもんだって。何でしょ。そうだから、だからさ、意外と早いかもしれない。そうこっちの方が早いかもしれない。なんかいける気するもんね。確かに。よし、じゃあいけるかな。あなたたち何してる人。応援、応援、応援、応援と食欲を高めてる。え、じゃあさ、これとかさ、渡してくんない。あ、いいよ、はいはいはい、はいはいはい、大丈夫。ガチで任せる。え、ほんとに、はなちゃん早いもん。でもさ、今、ゆうなちゃんがさ、いるっすよ。かけてきた。すごいね。こっちの、こっちのチーム、違う、こっちの悪口じゃなくて、はなに、はなもそのサポートしてる。あ、そっか、サポートいるから、感じになった。第一走者、玉木、はい、花からです。はい、いきますよ。よーい、スタート。いただきます。そうだ、うちらも食べる準備はしておいた方がいい。そうだね、任せて。そういうことだ。頑張って。遅い遅い、もう早くして、早く。人には厳しい。人には厳しいですね。味わってる暇ないよ。おいしい。あ、リズミカルに行こう。逆に嫌なんだけど。え、でも花、吉野家の牛丼が一番好き。え、わかる、私も。吉野家の牛丼食べるの初めてなんです。嘘。うん、私ね、結構吉野家派だったな。ありがとう。飲み込まない。嘘。うん、さ、ちょっとさ、買ってから時間経ってるから、ちょっとあったかくなってる。柔らかかったですよ。あれ頑張って、花。うん、あの、ちょっとでも、ちょっとでも、あの、あれを残してほしい。うん、あの、あ、時間を。そう、時間の余裕を。やばい、なんか分かってください。いい調子です。おー、ここ一口が大きいこと。でも逆に多分、なんか何も言わない方がいい気がする。美味しくいただいて。確かに、まあ、美味しくはいただきたいね。だって、うん、今日のお昼ご飯だ。そうだね。さっき朝から動いてます、うん。そうそう、リハしてきてのお昼ご飯ですので。いやー、これ、え、卵とか乗せといた方がいいんじゃない？あ、乗せないの？いや、今ね、作戦を考えて。違う、ライバルだよ。危ない。怒られちゃった。怒られちゃった。頑張って。うん、でも確かに、豚汁あったら、こう、ごくっといけちゃうよね。なでし込めちゃうというか。そう、うん、早食いするとさ、胸に詰まるんだよね。わかる。わかる。うん。結構なくなってるよ、玉木。ただ早食いしてる人にしては姿勢が良すぎるよ。姿勢いいよ、早食いしてる人に。確かに、なのに。頑張ってほしい。なんかね、玉木一口が大きいわ。うん、確かに。すごい、まだなくなってないのに入れてるわ。うん。あ、もうリングだよ。あと5分で食べる。やばい、早くしないと。まあ、目標だから、うん、確かに。まあ、でも大丈夫ですけど。あのね、どっちが早いかっていう勝負なので。お水はね、いつでも出すから。うん。やっぱ、飲むの大切ですよ。うん。カラカラになる。うん。結構あのいや、ゆうなちゃんお腹空いてる。お腹すかした。隣のチーム大丈夫ですかね。なんかちょっとなんかチームワークが違うの。なんかね、手伝いいるかなって思うんだけど、うん、いらないらしい。いらないんだ、うん、あ、でもね、確かに食べ方綺麗ね。待って、たまちゃんめっちゃ早いかも。はなはなちゃんも早かった。いや半分ぐらい。すごい、いい勝負かも。いい勝負。え、ちょっとなんか自分も不安になってきました。マカロンなんか食べなきゃよかった。さ、本当だ、ちょっとさ、不利だよそれ。食べちゃってる。うんうん、今3分。今3分。え、7分とかもいけんじゃないの。いや、いけそう。ね、豚汁も重い。豚汁重いんだ。いけるよ、頑張って。
どうしてもあ、リングもう入った巻いて巻いて怖いです、圧が天満屋さんぐらい食べて食べて食べてる暇ないわ頑張れ。今はここで圧かけすぎると自分の番の時怖いから、うん、そろそろやめとこうかな。圧強いんですよ。そろそろやめとこうかな。キムチかけとこうかな。ね、もうさ、うん、ある程度かけといた方がいい。準備できるとこまではしておいて。あとね、3口ぐらい。うん、あ、え、2人とも入る。同じぐらいかも。いい勝負かもしれない。早く食べて、早く食べて。頑張って。すごい、もうあと肌お米ほぼ食べてる、うん、お肉しか残ってない、口に入らないよ、うん、頑張れ頑張れ、すごい早いね、あ、すごいすごい、頑張れ、いけいけいけ、うんうん、待って、もう逆にさ、ここがいい勝負すぎてやばいね、うん、ちょっと緊張してきた。でもゆうなちゃんってこういうなんかあの仕事とかになると早いんですよでもさ、わかる、あの、わかる、なんかモードに入れる気がするから味、うん、厳しいかも、別人格で顔つき変わっちゃうかも、何でもできます、何でもできる、でもバンジーだって飛ぶじゃあ、こうしたも仕事だ、おー、おー、おー、いいじゃん、いいじゃん、うん、おしんこめっちゃ残ってるけど大丈夫おしんこめっちゃ早いんだよ、え、ちょっと待って、紅生姜とか散らしとこうかな、うんうん待って、なんか紅生姜ってちらっと見えてきたんだ、ね、なんかさ、牛丼ってこんな多かったっけ、見た目、ビジュアル、ね、こんなボリューミーで安くていいね、あ、お、すごいすごい、あ、でも、あれだ、肌大丈夫、玉木もめっちゃおしんこもほぼ残ってる、頑張って頑張ります、すごいじゃん、早いね、うん、うまそう、すごいわ、あ、こんにゃくだ、私さ、あの、口がでかいのよ、うんうん、あ、え、え、え、あ、あ、ない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 、え、ない、あの、鼻もね、もう食べてますよ、あとはおしんこです、うちの鼻も食べてますからね頑張れ、待ってね、待ってね、やばい、やばい、おし、お、おし、おし時の花の目がガチだった。ガチの目、ガチで戦ってる人の目してた。そうか、飲み込むまでだもんね。うん、それが結構大変だわ。ああ大丈夫だよ。ゆっくり落ち着いて噛んで飲み込んで。ね、咀嚼が大事。だってね、どんな感じ？足足ま。映んないところで妨害始まる。いいねいいね。今もう全然大丈夫。まだはるかもう一口食べてないぐらい。はい、おっと、はい、遅そうなんだ。いただきます。もうもう頑張れ。確認。めっちゃ綺麗口の中。うんうん。めっちゃ詰まってる、あのね、何が難関って豚汁のこんにゃくと白菜がマジで大変だった。え、普通にさ、おしんこ全然、おしんこ、うん、おしんこ全然さ、飲み込まないね、あ、一気に入れるとさ、ギュギュギュってなっちゃう。あ、でもゆうなちゃんめっちゃいいペース、いい感じでございます。吉沢罰ゲーム、罰ゲーム、これ席が立ってもいいんですか。え、
怖い怖い怖い、こっち来ないでよ。あ、私たち立ってないので。どうぞ。よし来たよ。ね、マジでやばい。マジでやばい。よしぞ、ゆなちゃん頑張ってね。よしぞ。もうちょっとゆっくり食べてもいいんじゃない？ペース落として。なんかおさわり禁止にしてる。おさわり禁止。よかった、花が味方で。Yeah.
カムカムサワーズ。何これ。でもいいテンポじゃない今の。かわいい口。カム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 サワーズカメカメ。おしんこ食べた時めっちゃ時間かかったの。すごかった。そうなんだ。じゃあキムチと別に食べた方がいい。別に食べた方がいい。別に食べた方が良かった説。はい、ということで終わりです。最後まで美味しかった。美味しかった。美味しかった。マジで美味しかった。これマジでみんなに共有したいくらいキムチと。食べたかった。待って、なんかほっぺがさ疲れたの。顎痛いよ。顎がね疲れちゃった。途中ハムスターみたいな。ということで勝負の結果はですね、ウィナー。イエーイ！イエーイ！一番遅い人は黙ってて。あ、そうだ。一番遅かった。一番遅かった。山本キムチチームです。嬉しい。ありがとうございました。マカロン食べなきゃよかった。マカロンだよ絶対。絶よ。結構縦にあったしね。ね、結構ボリューミーだったからマカロンが。え、でも結構いい勝負だった。いや、めっちゃいい勝負だったよね。めちゃくちゃいい勝負だった。え、マジで本当にタマちゃんが早すぎてやばいって思って最後のおしんこ。え、おしんこ全なんかもうね、やっぱずっとくっついてるシャキシャキしてるのが。いや、最後に残したの良くなかったかもしれない。意外と牛丼の方が入る。うん、やっぱあれだね。まだキムチが乗ってなかったらさ、勝負の結果違った説はあるよね。いや、でもやっぱあれだね、お腹いっぱいだ。ご飯はゆっくり食べた方がいい。いい。そういう結果になりました。罰ゲームあるんだっけ？罰ゲームはこの人に？うん。何の罰ゲーム？何の罰ゲーム？別動画で。別動画？別動画？え、やだぞ。え、怖いんだけど。じゃあ何でやるの？あ、まあ、まず。一応責任は感じてるらしい。一応感じてはいるらしい。珍しくない？はるかちゃんとたまちゃん罰ゲームになることないから。確かに。いつもさ、この運系だとさ、はるかめっちゃ強いね。こういう感じ。ということで、じゃあそんなこちら側のチーム、たわきとはるかチームの罰ゲームの様子はまた別の動画でお届けしますので、お楽しみに。お楽しみに。テンション下げ、お腹いっぱい。この動画がグッドは高評価、チャンネル登録、コメント、友達への共有してね。また来週。また来週。